リバモリウム、リバモリウムは元素記号 LV、原子番号116の合成元素である。放射性が非常に強いため研究室でしか作られず、天然には観察されない。2000年から2006年に行われた実験で、ロシア連邦のデブナ合同原子核研究所と共同でリバモリウムを発見した、質量数290から293の4つの同位体が知られ、 最も寿命が長いものは、リバモリウム293で、半減期は約60ミリ秒である。質量数294の5番目の同位体が、報告されてるが、確認はされていない。周期表上では、P ブロックの超アクチノイド元素である。第7周期元素の第16属元素で、最も重いカルコゲンであるが、ポロニウムのホモログとして振る舞うかは確認されていない。 リバモリウムは、軽いホモログ、酸素、硫黄、セレン、テルル、ポロニウムと似た性質を持つと計算されており、貧金,金属であるが、これらとはかなり異なる性質も示す。アメリカ合衆国のローレンス・リバモア国立書にちなんで命名された。この名前は研究所の所在するカリフォルニア州リバモアに由来し、さらにこれは地主で農場主のロバート・リバモアに寄する。 この名前は2012年5月30日に国際純正応用科学連合に承認された。CM と CA の反応を用いた116番元素の最初の探索は1977年に LLNL でケンフー・リットラによって行われたが彼らはリバモリウムを検出できなかった。フリョロフ原子核反応研究所の有利オーガネシアン。 ラも1978年に試みたが、失敗した。1985年、ローレンス・バークレー国立研究所とドイツの獣医ン研究所のピーター・ハーン・ラスターのチームの間の実験も失敗したが、反応断面積の範囲が10から 100PB に限定されると計算された。PBCA の反応でノーベリウムを合成するのに、 大変便利に用いられる CA を用いた反応のキワムは1989年に開発された超重元素セパレータを用いてドゥブナで続けられたが LLN ウェルとの共同でのターゲット物質の探索が1990年から始まりより強力な CA ビームの開発が1996年から従来より3桁高精度な長期実験の準備が1990年代初めから 始まった。c a とアクチノイドのターゲットを反応させるこの研究により、112番から118番元素の新しい同位体が発見され、フレロビウム、モスコビウム、リバモリウム、テネシン、オガネソンという周期表情で最も重い5つの元素が発見された。1995年、GSI のシグルド・ホフマン率いる国際チームは、鉛208と、 セレン82を用いた放射捕獲反応により116番元素の合成を試みたが116番元素は発見できなかった。1998年末、ポーランドの物理学者ロバートスモランチュクはオガネソンとリバモリウムを含む超重元素の合成のための原子核融合に関する計算を公表した。彼の計算は慎重に制御された 環境下で鉛とクリプトンを融合させることで、これら二つの元素を合成できることを示していた。1999年、LBNL の研究者は、この予測を用いて、リバモリウムとオガネソンを発見したとフィジカルレビューレターズ誌の論文で公表し、その直後、サイエンス誌でも結果を報告した。この研究者は、以下の反応が起こったと報告した。 翌年、LBNL 自体も含め、他のどの研究者も、この結果を再現できないということで、論文は取り下げられた。2002年6月、LBNL の研究所長は、これら2つの元素の発見を最初に主張したのは、ビクトル・ニノフのデ造をしたデータに基づいていたと、発表した。リバモリウムは、2000年7月19日、ジナーにおいて、 CM248 に CA48 を衝突させて初めて合成された。一つの原子が検出され、崩壊エネルギー10.54メブでアルファ崩壊してフレロビウムとなった。この結果は2000年12月に公表された。崩壊性生物のフレロビウム同位体は1999年6月に初めて合成された。 フレロビウム同位体と一致した性質を示した。当初はこれは FL と同定され合成されたリバモリウム同位体和と考えられた。2002年12月に行われた研究でこのフレロビウム同位体は実は FL でありリバモリウム同位体和であったことが示された。2001年4から5月に行われた2度目の実験でさらに2つの原子が報告された。 同じ実験で1998年12月に初めて確認され FL とされたフレロビウムの崩壊系列と同じ系列も検出された1998年2月に発見されたものと同じ性質を持つフレロビウム同一体は同じ実験を繰り返しても再度観測されなかった後にこれは FL は異なる崩壊系列を持つことが明らかとなり 最初に観察されたフレロビウム原子は各異性体 FL とされた。この一連の実験の中で FL が観察されたことは崩壊前の原子が LV であったか LV から FL に至る未発見の珍しい分岐経路があることを味する。どちらの説も正しいとは考えられず別の可能性として1998年12月に確認された原子が実は FL であり、崩壊前の原子が LV であったというものであるが、CMLV 反応でさらに確認する必要がある。研究チームは、この実験を2015年4月から5月に繰り返し、8つのリバモリウム原子を検出した。測定された崩壊データにより、最初に発見された同位体が LV であることが確認されたが、この期間の実験中に LV が 初めて観察された。2004年から2006年にさらに行われた実験では CM ターゲットをより軽い CM 同位体に置き換え LV と LV の2つの同位体存在の証拠が発見された。2009年5月 IUPAC と国際純粋応用物理学連合の合同作業部会はコペルニシウムの発見と同位体 CN の発見を承認したことを報告した。これは、コペルニシウムの発見の証明にリバモリウムのデータは必須ではなかったものの、その孫娘原子核 CN に関連するデータの承認から LV が事実上の発見を示唆していた。また2009年、リバモリウム同位体の直下の上核である、質量数286から289の フレロビウムの同位体が LBNL と GSI によって確認された。2011年 IUPAC は2000年から2006年にジナーが得たデータを評価した。LV や CN が含まれない初期のデータは決定的ではなかったものの2004年から2006年のデータはリバモリウムを同定しているものとして承認され公式に発見が認められた。リバモリウムの合成は GSI で2012年、理科学研究所で2014年と2016年に、それぞれ独立に確認された。2016年の理研の実験では、LV が観測したと考えられたが、リバモリウム原子核からの最初のアルファ粒子を見失ってしまい、いまだに公式には LV は認められていない。未発見元素に対するメンデレー F の命名法に基づき、 エカポロニウムという名称でも知られる。IUPAC による1979年の勧告により、発見が確定し命名されるまでは、一時的に、ウンヘキシウム、記号、ユアとも呼ばれていた。この分野の科学者の多くは、元素116と呼び E116、e、または単に116という記号で表す。IUPAC のガイドラインでは、 発見チームに新元素の命名権が与えられる。リバモリウムの発見は JWP により2011年6月1日にフレロビウムと共に公式に認められた。ジナーの副所長によると、ジナーのチームは当初は研究所が所在するモスクワ州にちなんでモスコビウムという名前にすることを考えていたが、後にこの名前は115番元素に与えられることに、決まっ リバモリウムという名前と記号の LV は2012年5月23日に承認された。この名前はカリフォルニア州リバモアに所在する LLNL がジナーと共同で発見したことにちなんでいるザ。ネーミングセレモニーフォーフラロービアム and リバーモリアムワズヘルドインモスクワをン24オクトーバー2012フレロビウムとリバモリウムの命名の記念式典は 2012年10月24日にモスクワで開催された。リバモリウムはコペルニシウムとフレロビウムを中心とする安定の島の近くにあると考えられている。この島が存在する理由はまだ十分に解明されていない。高い融合障壁のため安定の島内の原子核の大部分はアルファ崩壊し、電子捕獲やベータ崩壊もいくらか起こる可能性がある。 基地のリバモリウムの同位体は、実際は中性子の数が足りず安定の島内にはないが、同位体が重くなり島に近づくほど一般に寿命が長くなる。超重元素は核融合により合成されるが、核融合は生成される複合核の冷気エネルギーによって、熱い核融合と冷たい核融合に分類できる。熱い核融合では、超重ターゲット、アクチノイドに向かって、 非常に軽く高いエネルギーの原子核を加速し、高霊気エネルギーの複合原子核を生成し、この核は分裂するか、いくつか3から5個の中性子を手放す。冷たい核融合では、鉛やビスマス等の軽いターゲットに第4周期等の重い原子を衝突させ、生成される複合核は、比較的低い冷気エネルギーを持ち、これらの生成物が分裂する確率は低くなる。 融合した核が規定状態まで冷えると、一つか二つの中性子の放出が必要になる。巨視的な量を準備できる元素の中で、アクチノイドは最も高い中性子、陽子比率を持つため、厚い融合ではより中性子の多い生成物が作られる傾向がある。多くの種類の同位体、特に基地のものからいくつか中性子が多かったり、少なかったりする LV、LV、LV。 LV, LV, LV 等を合成することで、超重原子核の性質について、重要な情報を得ることができ。ターゲットとなるキュリウムには超寿命の同位体が多い。ため、これは可能かもしれない。軽い同位体は、c m を c a と融合させることで作られる。これらは、アルファ崩壊の系列に入り、熱い融合で作られるには軽すぎ、冷たい融合で作るには、 重すぎる、超悪地のイド元素で終わる。重い同位体 LV、LV の合成は CMOCA と融合させることで作られる。この各反応の反応弾面積は約 1PB であるが CMO ターゲットとするのに必要な量だけ作ることはまだできていない。何とかのアルファ崩壊後、これらの同位体は β 安定性を持ったラインに至る。さらに、この領域では、 電子捕獲が重要な崩壊モードになり、島の中央に至ることを可能にする。例えば、LV は、アルファ崩壊して、FL となり、電子捕獲を繰り返して、NH を経て、半元期約1200年 D 安定の島の中央に位置すると考えられる、CN に至る。これは、現在の技術で島の中央に至る、最も可能性の高い方法である。欠点は、 データ安定のラインに近い超重原子核の崩壊の性質は全く調べられていないことである。他に可能性のある安定の等内の原子核を合成するための方法は重い原子核の純核分裂である。このような分裂ではカルシウム40、鈴132、鉛208、ビスマス209等の魔法数の2倍か2倍に近い断片を生成する傾向がある。 近年、ウランやキュリウム等のアクチノイド原子核の衝突による、タカクシー鉱端を安定の島にある中性子の多い、超重原子核の合わせに使うことができることが示されたが、より軽い元素であるノーベリウムやシーボーギウムの合成に使うのにより便利である。安定の島付近の同位体を合成するための最後の可能性は制御された核爆発によって、FM 及び 質量数275、原子番号104から108の位置にある安定性ギャップを薄るのに十分なエネルギーを持つ中性子束を作り出し、自然界で最初にアクチノイド元素が作られた R 過程を模倣することで、ラドン周辺の不安定性を迂回することである。そのような同位体のいくつか、特にコペルニシウム291や293は天然でも合成れているが、 崩壊が早すぎ、半減奇数千年、生成が少量すぎる、鉛の重ので、宇宙船を除いては、原子核種として検出されない。計算周期表上では、リバモリウムは、第16属元素、カルコゲンであり、酸素、硫黄、セレン、テルル、ポロニウムの下に位置する。他のカルコゲンはすべて値電子が6つであり、NSNP という最外核電子配置をとっており、 リバモリウムの場合は 7S7P という配置であると予測され、より軽い同族元素とある程度似た性質を持つと予測される。違いは主にスピン軌道相互作用から来ていると考えられる。これは重い元素では軽い元素と比べて電子がはるかに速く高速に匹敵する速度で動くため、超重元素で特に相互作用が強くなるためである。リバモリウムの場合、 7S と 7P の電子エネルギー順位を下げ、対応する電子より安定させるが、2つの 7P 電子エネルギー順位は、他の4つよりも多く低下される。7S 電子の安定化は、不活性電子対効果と呼ばれ、7P 小軌道がより安定化された状態とあまり、安定化されていない状態に引き裂く効果は、サブシェルスプリッティングと呼ばれる。コンピュータ科学者は、この分割を、 7P 小軌道の軌道核運動量の1から1、2、安定度高と3、2、安定度低位の変化と理解する。7P 小軌道は2番目の不活電子体として働くが 7S 原子ほど不活ではない。一方、7P 小軌道は容易に化学反応に関与する。7P 小軌道の分割を考慮してリバモリウムの値電子配置は 7S7P7P P と書かれることもある。 リバモリウムの不活電子体の効果はポロニウムよりも強く、従ってプラス2の酸化数は最も電気性なリガンドのみで安定化されるプラス4の酸化数よりも安定である。これは不活性な 7P 小軌道による切れ目のため、第2と第3及び第4と第5の4化エネルギーの間に大きな差のあるリバモリウムの4化エネルギーに反映されている。実際に 7S 原子は 非常に不活性なため、プラス6の酸化数を取ることはない。リバモリウムの融点及び沸点は、カルコゲンの傾向に従い、ポロニウムよりも高い温度で溶融し、低い温度で沸騰する。またポロニウムよりも密度が高く、ポロニウム同様に、アルファとベータの同素体を持つ。水素様リバモリウム原子の電子は、非常に高速で動くため、その質量は相対論効果のため、 不動電子の1.86倍になる。対照的に水素様ポロニウムの場合は1.26倍、水素様テルルの場合は1.080倍である。リバモリウムは周期表上で 7P 系列の4番目、また第16属で最も重い元素である。理論研究によると化学性質はポロニウムのものとよく似ている。プラス6の酸化数は超原子化のための D 軌道を書き、 それ自体が元素の中で最も強い酸化剤である酸素を除くすべてのカルコゲンで知られている。酸素の酸化数はプラス2に限られ、不化け物オブを形成する。プラス4の酸化数は硫黄、セレン、テルル、ポロニウムで知られ、硫黄及びセレンの還元からテルルの最も安定な状態を経て、ポロニウムの酸化まで安定性が変化する。これは、 周期表の下方に行くに従って、相対論効果、特に不活電子体効果の比重が増え、高い酸化数の安定性が減少することを示している。そのため、リバモリウムの最も安定な酸化数はプラス2で、プラス4はかなり不安定である。プラス2の状態はベリリウムやマグネシウムに匹敵するほど取りやすく、プラス4の状態は、ふっかリバモリウム等。 電気陰性度の強いリガンドの時のみ取ることができる。プラス6の状態は、7S 電子の非常に強い安定化のために取ることはなく、リバモリウムの最外核は4つの電子で構成される。軽いカルコゲンでは、酸化物、硫化物、セレニド、テルリド、ポロニウム化物等、酸化数マイナス2の状態も知られているが、リバモリウムの 7P 小軌道の不安定性のため、 リバモリウムの酸化数マイナス2の状態は非常に不安定である。リバモリウム化水素は最も重い水素化カルコゲンであり、また最も重い水のホモログである。ポロニウムは金属と半金属をまたぐ位置にあり、非金属の性質もいくらか持つことから、ポロニウム化水素はより共有結合性が強い。これは塩酸等の水素ハロゲン化け物とスタンナン等の 金属ハロゲン化物の中間体である。LVH はこの傾向を引き継ぎ、リバモリウム化け物よりも水素化物の性質が強いが、まだ共有分子結合である。スピン軌道相互作用のため、LVH 結合は、周期表の傾向から単純に予測されるよりも長く、HLVH 結合角も大きくなる。これは、非線 U8S 軌道のエネルギーが、比較的低く、 リバモリウムの 7P 化電子と混成軌道を形成するためである。スパーベイラントハイブリダイゼーションと呼ばれる。この現象は周期表の非相対論領域では見られず、例えば c フ分子はカルシウム原子由来の 4S 及び 3D 軌道を含む。より重いニハロゲンカリバモリウムは直線形であると予測されるが、より軽い分子は曲がっていると予測される。 ディバモリウムの科学的性質の明確な決定はまだ、なされていない。2011年、アメリシウム243とプルトニウム244をターゲットとして、カルシウム48を衝突させ、ニホニウム、フレロビウム、モスコビウムの同位体を作成する実験が行われた。しかしターゲットには不純物として、鉛とビスマスが含まれていたため、核交換反応で、 ビスマスとポロニウムの同位体が生成した。これは予期しない事態であったが、ビスマスとポロニウムのそれぞれ重いホモログである、モスコビウムとリバモリウムの科学的性質を将来ベルサイに有益な情報を与えてくれた。生成したビスマス二百十三とポロニウム二百十二メートルは摂氏八百五十度の温度で、タンタルによって指示された水晶養毛フィルターを通って水素化物 B 及び、 ポーとして運ばれ、驚いたた。ことに、熱安定性を示したしかし、より重いホモログの MC や LV は、周期表上の P ブロックの傾向から、ここまでの熱安定性はないと予測されている。科学実験が行われる前には、b ポー、m c h や LVH について、安定性や電子構造についてのさらなる計算が必要である。純粋なモスコビウムとリバモリウムは、 将来科学実験を行うのに十分な揮発性を持つと考えられ、リバモリウムの性質はより軽い同族体である、ポロニウムと共通していると考えられる。しかし、基地のすべてのリバモリウム同位体の半減期が短いことから、現時点では科学実験は不可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。